主角古公園系なる東城は、千葉県三武市鳴ル町にあった、日本の城。当地に勢力を張った千葉市の家臣院、東ず城室根により、大江年間に築城されたと伝わる。その後鳴ルト城は一時廃止されたが、1530年、千葉が地種により再興され、その子種手が入り、鳴ル八郎を称したと伝わる。1590年、 小田原征伐の際に、鳴るとうも落城し、同戦役後に万国をもって、鳴るとに封じられた、石川康史通り、青山忠明等が入城した。1620年、青山氏が岩月城に違法され、鳴るとうも、廃城となった。作田川右岸の独立給料城に指名辞し、空堀及び土類により、大きく5つに区画されていた。主角は、 アタコ神社が祀られる、丘陵東端の角と考えられ、大地につながるに方に、土塁、堀が巡り、北西及び南西に孤高が開く。主角北西には二角が設けられ、西側に土塁が設けられている。この二角の土塁は南に伸び、主角西方では、主角の土塁と合わせ二重土類を構成している。二角の西方には空堀を経て三角が置かれ、北西面に土塁が設けられ、 生誕は、櫓台状に広くなっている。二角及び三角の周りには、大地方面に、空堀が巡る。また、三角正方では、主角正方と同様堀が二重となっており、そのうち外側の空堀は北に伸び、大地を遮断していた。以上の三角が主角部であるが、第一北東端には、複数の古四角が設けられ。 本行寺付近から四角に至る城道を守る構造となっている。また、大地生誕には横堀が巡り、大地全体に上域は広がっていたものと考えられている。外角部は、宅地として開発され、三角及び二角外側の堀を含む外角部の移行は失われたが、四角、二角、三角、及び五四角がよく残る。また、大地生誕に設けられていた。 横堀の一部が残る。ありがとうございます。